はい、皆さんこんにちは。坂上敦史でございます。1時まもなく半になろうとしてます。今22分ぐらいですけども、午後の部はどうでしょうかね。日経平均160円高ということです。ドル円も変わりませんね。132.44。今日は香港はお休みのようでございまして、他に特に大きな動きはなし。今日あれですか、26日、あれアメリカも空いてないんですかね、原油先物。あ、でもこれ動いてんの、これ、動いてないけど 79.35 になってますね。これ表示が変なんかな。香港は12月23日で止まったままですね。はい、原油高いやん。はい、ドルウォンでございまして、これ今日は朝方はややこしかったんですけど、今はうにゃうにゃですね。 1275.9897。 これ今日アメリカの動きはなさそうで、なんで今日休みでるの。26でしょ。あ、そうかそう、昨日25は休みか。でも26はもうすぐ、あ、今晩は開くんですね、きっとね。はい、昨日25は休みですね。アメリカまでは日本の昨日ですからね。行きましょうか。これはですね、東亜日報というですね、お隣さんのメディアに出ている記事でございまして、ムンジェイン政権の電気料金据え置き、監査院が理由について監査着手ということでございまして、ちょっとまあ読みましょうか。監査院がムンジェイン政府の任期最後の2022年の初めを除いて一度も電気料金を上げなかった理由について監査を行っていることが確認された。監査院は特に電力当局である産業通商資源部と韓国電力公社の数回の料金引上げの要請にもかかわらず、企画財政部が電気料金の引上げを拒否した背景は何だったのかについて調べている。日本は電力会社がですね、随意にですね、上げますって上げられるんで、確かね。で、なんていうか、こう、原価にこう連動するような形になってるんで、いちいち国会の承認は必要としない。国会とか政府の承認は必要としない。昔私が子供の頃はね、これ承認事項だったので言えるんですけど、今はしなくなりましたね。自由化ということで。でも向こうはまだですね、政府の承認が必要なようですね。それをムンジェイン政権は、前政権はずっとしなかったというのがこの記事です。22日、政府当局によると、監査院は関電や韓国ガス公社、韓国水力原子力、そんな会社あんの、韓国水力原子力、韓国土地住宅公社、韓国鉄道公社など25の公共機関と、企画財政部や産業部などの中央省庁5カ所に対する監査を行っている。監査院というのがよう分かりませんけども、日本で言えば会計検査院と検察庁特捜部を合わせたような存在ですかね。よう分からんけど、監査院は特に企画財政部と産業部、関電、ガス公社などエネルギー関連省庁と機関に対し、ムンジェイン政権時代の電気料金引上げと関連した資料の提出を求めた。関電はムンジェイン政権初年度の2017年と国際原油価格が下落した2020年を除いて、全て当期純損失を被った。脱原発を国政課題として推進し、発電費用の高い再生可能エネルギーを拡大する過程で関電の電力購入費が増え、赤字は雪だるまのように膨らんだ。しかし、ムンジェイン政権は政権末期であり、大統領選挙直後の2022年の4月を除いては電気料金を一度も上げなかった。つまりね、人気取り政策、ポピュリズムの政権ですから、電気料金上げなかったんですね。それで、まあ上げないだけやったらまだマシかもしれませんけども、原子力発電を予定よりも早めてですね、止めたんです。それで、再生可能エネルギーと言ってますけど、要はあれですね、太陽光なんかを
買えって言うて買わしたんですよ。その太陽光で生まれた電力を、ね、日本とよう似てますけどね。それで、韓国電力というですね会社は大赤字に陥った。なんでそこにですね何かおかしなことはなかったのかというのをですねこの監査院というところが調べてますというのはこの記事ですね。これまで産業部と関電は数回にわたって電気料金の引き上げを要請したが、物価当局である企画財政部の反対でその都合引き上げの敷居を超えることができなかった。監査院は企画財政部が料金引き上げを拒否した明確な根拠と資料を要求していることが分かった。関電の天文学的な赤字を解消するため、政府は来年度の電気料金を大幅に引き上げることを決め、引き上げ時期を調整している。政府は21日、2023年の経済政策の方向性で電気・ガス料金を段階的に現実化すると明らかにしているということで、この記事は終わっています。多分ね、電気料金倍ぐらいになりますよ。まあ、いきなり倍にするとまずいんで、段階的に倍にしていくんだと思います。なぜ、韓国電力年間の赤字は日本円にして3兆円もう出てると。で、もともとねお隣さんは国策として電力料金安いんですよ。その安い電力を使ってですね、物を生産してそれを外国に売ろうぜという、まあ言うてみればちょっとずるい手を使っていたわけですね。ムンジェイン政権というのはですね、ポピュリズムの政権ですからですね、電気料金上げるとですね、僕らのこの家庭の電力料金も上がるわけですから、人気は落ちるでしょう。それが嫌でですね、無理くり電力料金を低く置いたままにしたんですね。でそれが正しかったのかどうかっていうのをこの監査院が調べてるっていう話なんですけど、まあそれでですね恣意的にこう上げなかったんであればですね、それは法に戻るということでですね、もしかしたらですねガッチャンということに、このネタでもいけるかもわからんということですね。まあしかしムンジェイン政権ってねずっと見てましたけど、むちゃくちゃですよやってたことは。パククネやですね、ミョンパク、イ・ミョンパクもかなりおかしなことやってましたけども、まああれは普通におかしいわけだって。ムンジェインほどむちゃくちゃやった政権は歴代なかったんちゃうんかなと思うんですよね。なんで、ユンさん、もういろんなルートでですね、そのムンジェイン時代を暴いてるんですけども、このルートでもですね、もしかしたらいけるんちゃうんかなという気はしますけどね。まあただな、お隣さんって分かってるようでようわからんところがありますからね。でもこれで行くよりももっとはっきりしたようなですね、ルートがありますから、そっちで行くんでしょうかね。公務員漂流射殺事件っていうのと、あとは あれですね、北から逃げてきた漁民を送り返したという事件、このあたりは人権問題ですから、その思いますかね、国際的な信任が得やすい。この電力料金問題はちょっと分かりにくいかなという気はしますね。まあ他にもいろいろあります。はよ逮捕しいなと思うんですけど、まあきっとそのですね、ユンさんタイミングを見計らってるんでしょうね。だから来年の終わりぐらいまでは引っ張って引っ張って引っ張ってですね、でそれで逮捕ということになるんだろうなと私は思っていますけどね。まあしかしその後始末に追われてますね、ユンさん。旗から見てるとちょっと気の毒ですよ。別にこれユンさん悪いわけちゃうのにですね、こうムンジェインが変な路線を敷いたわけであって、それをこう修正するのにですね、もうなんていうか、もうあたふたあたふたしてるわけですよ。対戦中労働者問題もあんな判決さえ出なければですね、もう今こんなに彼が苦労することはなかったと思うんですよね。まだこの後ですね、慰安婦判決もありますし、陸続と裁判が続いてますから、ほとんどそのムンジェインがこう種をまいてるわけですね。もうとっとと逮捕してぶち込めばいいのと思うんですけど、まあまあ焦って、まあ、今のところ請求にはなっていないという感じですね。ちょっと呆れます本当に。はい。ということでですね、この東亜日報のですねサイト一応貼ってみますね。
多分これぐらいだったら大丈夫だと思うんで、今私一応全部読みましたけども、確認されたいということであればですね、行ってみられればどうでしょうか。はい、皆さんどうもありがとうございます。